では続きいきたいと思います。さあ、休憩明けです。悲しいな。今ね、ちょうどね、シャドウのお通夜から帰ってきましてね。もう、悲しいですわ。まあ、コメントをいただいてた、コメントいただいたり、まあ、メールをいただきまして、まあ、僕はギリギリ1秒まで待ったんですよ。待ったんですけど、実際は、シャドウが気になるっていう、場所で、5秒、残り5秒まで待つっていうのが正解やったらしいです。はい。わかるかい？わかるかい、そんなもん。探しに行ったかな、こっち。ねえ、まあ、ちょっとお通夜出てきたんですけどね。もう弔辞が泣けましたね。インターセプターがね、もうワン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 ってね、もうワン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 。何言ってるかわかんなくてね、もう悲しいねっていうことでしたわ。また明日お葬式なんでね、ちょっと早めに今日は切り上げていきますけども。まあ、シドはね、ちょっと無縁仏という形になったんですけども。気を取り直していこう。とりあえず北に行けばいい。じっくり。全然関係ないんですけども、リクエストをね リクエストを募集してた記憶に新しいと思うんですけど、リクエストがですね、もうちょっとカオス状態になってまして、もう全くもう収拾がつかない。本当に皆さんね、これ、わざとなのかというぐらいのばらつき。大抵、いや、なんかわかんないです。僕もあんまり実況者さん、実況動画ってあんま見ないんですよ、実は。あんま見ないんでわからないんですけど、大抵なんていうかな、同じような系統で、こう進んでいくんじゃないかと思うんですよね。大体。例えば、ま、FPS だったら、FPS がメインとか、なんかホラーだったらホラーがメインとか、でもなんか僕あんまそういうのないじゃないですか。多分まあ結構何でも好きなんで何でもやるんですけど、そうなったらもう収拾つかんと。もう、なんか入り乱れちゃって、もちろんそのリクエストをいただいてるのもすごい多岐にわたってて、それまでもね、それまでも多岐にわたってたから、一応5つ選んでアンケートを取ったんですよ。もし、まだそのコメントを見ておられない方は、ぜひそこにコメント欲しいんですけど、ディノクライシスの最後の動画かな？ディノクライシスのラストの動画に、のところにコメント欄があるんで、そこにアンケートを置いてるんで、ちょっとアンケートぜひ入れて欲しいんですけど、もうね、ばらつきすぎ。もうみんなね、もう仕組んでるでしょ、これ。もう、全員1票ずつ入れていくんやもん。そんなもう1票の価値がもうおかしなってるから、選挙の仕組み自体がもうちょっと変えへんかったら、もう無理っすやん、もう。僕的には結構どれもフラットにやりたいんですよ、また。例えば僕がめちゃくちゃやりたいのがあれば、もうそれ選んだらいいんですけど、どれも結構やりたくて、なんかどこから手つけようかなみたいな。本当にそのコメントのアンケートのカオスさは尋常やないです。なんかいい方法ないかな。まあ、とりあえずね、傾向としてはなんですけど、ロープレイ一本やってるじゃないですか。ロープレイ一本やってるから、ロープレイ系はとりあえずクリアするまでは1
飛んでいきたいんですよ。その複合することは避けたいっていうか、あれもっと上かな、なんか塔みたいなのがある。ロープレは一つ、この期間で一つでも同時プレイは全然できるんで、ロープレイをやりつつも、まあアクションとかちょっと早めにクリアできるようなレトロゲー系統とか、あとはまあそのちょっと喋ってましたけど、弟との共同作業みたいな、そういうゲームはそのなんていうか並行してやれますんでと思ってるんですけど、結構ねロープレが多いんですよね。リクエスト意外とロープレが多いんですよ。がっつりしたロープレが多いんですよ。しかも前も言いましたけど、がっつりしたロープレが多いから、そうなると本当にまあ僕的には全然いいんですよ、いいんですけど、リクエストいつになったらやってくれんのみたいな感じになりかねへんなと思って、ちょっとそれを心配してます。いずれちゃんとやるんでね、いただいたリクエストで、まあどうしてもそのハード的に手に入らないものとかそういうのはちょっと厳しいかもわかんないですけど、基本的にはまあスーファミとか、ファミコン、あとはプレステ3、プレステ2で、まあもちろん普通のノーマルのプレステと、あとプレステ4はまだ持ってないんですけど、それは新型が出たら買おうと思ってるんで、まあそれ、まあほぼ、あとアプリとかでも全然いいですよ。アプリとかでもまあ全然やれるんですけど、なんか、まああとフリーゲームとかね、パソコンのフリーゲームとかもちょっと面白いのとかあれば教えてほしいんですけどね、全然知らないんですよ。フリーゲームに関しては僕全然知らないんで、その辺もちょっと教えてほしいなっていうのはあるんですけど、やってみたい、やってみたいのはやってみたい。そいつやばい、そいつやばい。多分ブラッドソードで行ったら吸収されます。じゃあ喋りながらも画面をちゃんと見てますから、オッケー。まあそんな感じでよろしくお願いしますということです。皆さんいつもコメントありがとうございます。本当にもうリクエストもありがとうございます。本当にもういや嬉しいのはもう本当嬉しいですからね、いつもテンション上がりますからね。バンタイヤストーン、もうなんか魔法行ってみるか。よし、さあたどり着いたね。これが多分港町のとこですよね、場所的には。このニックキ港町、ここで船乗ってしまって前もおかしいことになったから、来た来た、ニケア。ケフカに見つからないようにひっそりと暮らしています。いらんか、いらんか。お金貯まってきましたね、結構。世界が引き裂かれて気がついたら一人ドマ城にいたんだ。眠ると夢の中に悪魔が出てきて、うー、今考えただけでも恐ろしい。うわー、来たな、これ。ちょっと待ってください。マイクを移動する。来たな。ということは、ドマに何かあるんやわ。ドマのベッドで寝ろってことですわ。ね。エンハンスソード。いいじゃない。装備すると魔力アップ、いいじゃない、素晴らしいじゃない。これは買っとこう。2本ともセリスで、アルテマウェポンでもいいけどな。
微妙なとこやな。まあ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 、いいっすわ、これでいいっすわ。セリス強くなってきた。セリスは僕も最後まで使いますからね。盗賊が町のパブにたむろしてるよ。フィガロ城から逃げてきたって。はい、パブに行けと。フィガロ城は砂漠の中を進行中に事故が起きて止まってしまったんです。ほら、言うたやん、それ。あかんでって、もそうなるでって。ありや、もう危ないねって。そんな最悪ですよ、砂漠の中で。どうすんのよ。いいな、芋いっぱいあんな。どうしよう、これは買うべきかな。防御力アップはちょっとね、喫緊の課題やから、やっぱ買っとこうか。これ2つぐらい買っとこうか。あとでどうせ誰か使うかな。まあいいか。まあいいか。よし。あれ、ダイヤの胸当てマッシュが装備してしまったけど大丈夫？あれ、なんかおかしいぞ。マッシュが取ったらダメよね。じゃあパブ行きますよ、パブ。かろうじてサウスフィガロへの船は出ている。あー、出てんねや。じゃあ乗っていくんや。こんなガキが商売やってるなんて感心だろ。あー、この子は出会ったな。まあいらんすね。あー、もうこのクラスのやつがもう売ってるんか。ということはもうゴミ格やな。もう売っていってもいいぐらいですね。じゃあお金がなかったら、ちょっと解いてほしいな。よいっす。俺たちだけが知っている秘密の洞窟からフィガロ城に乗り込む。ほう、あるんや。ボスはフィガロに乗り込む気だ。俺たちの宝がフィガロの倉庫にしまってあるからな。牢屋が偶然大ミミズの巣につながったんだ。そこを通って地上まで出てきた。大ミミズの巣？前のボスはあの日に死んじまったよ。今はこの町で出会ったジェフがボスさ。そろそろ行こうかのー。何？どこに行くの？ジェフっていう盗賊のボスに口説かれちゃったわ。ちょっとハンサム。フィガロ城の牢に捕まってたそうだよ。あー。はっ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 は。これボス戦とかならんやろな。大丈夫かな。うわ、行くね。続々行くね。ちょっとついていきます？サウスフィガロ行って、そのフィガロ城に侵入するってことっすわな。この船は盗賊団の貸し切りだよ。なんだ、邪魔だ、出て行け。あ、バッテリーが。危ない危ない。危ない。すいません。はい。はい、はい、はい、はい。はい、はい。貸し切りって言われてもよ。貸し切りって言われてもよ。まあでも、その、何？リーダーがおらんすやん。ねえ。リーダーがどこにもおらんよ。ドイツがジェフなんや。こいつは？ここに、あ、こいつや。え、エドガーじゃないのこれ。ジェフ。なんだお前ら。もしかしてエドガーじゃない？エドガーやん。どう見ても。え、エドガーやん。あれ？なんだお前ら。え、なんで無視すんの？どう見てもエドが記憶失ってんのかな。何やってんの。エドがわけのわからないことを。小僧、これくれ。ちょ、待って。何？どうしたの。これからフィガロ行きの船に乗るのに忙しいんだ。とぼけないでよ、エドが。それとも記憶をなくしたの？俺は生まれた時から荒くれ者のジェフってなさ、レディ。レディーなんていうのはエドガーさんだけよ。レディーに優しくっていうのは世界の常識なんだよ。どういうことやろ。なんでマッシュ何にも喋らへんやん。兄貴やで。ちょっとは言えよ。
も言わへんやん。フィガロ像に入る方法はお前らがよく知っているな。おお。案内してくれ。潜入してから俺が指揮を取る。芝居しとんのかな。芝居しとんのかな、これ。そういうことかな。言ったら、フィガロ像の牢屋に捕まってた奴らやから、やっぱエドガーのことはちょっと恨んでますから、それバレたら、そもそもフィガロ像への侵入のルートがわからないと。だから、あえてエドガーは芝居をして、今は盗賊やったことにして仲間になって、取り入ってフィガロ像までのルートを教えてもらおうとしてる。これどう？どうなの？合ってるの？これ。合ってんじゃないの？これ。ニケアへの定期便、定期船です。ほら、何もない。どうなの？どこ行ったの？盗賊のボスが2階の宿屋にいるよ。2階の宿屋言われてもな。宿屋の2階じゃなくて2階の宿屋の。あれ？盗賊のボスが2階の宿屋にいる。宿屋の2階の宿屋。2階の宿屋か。合ってるっちゃ合ってるけど、なんか気持ち悪いな。よし。一回止まろう。ちょっと回復だけしておきましょう。あれでも、エドが、なんか、変な薄緑の服着とった、紺の服の方が似合いますね。紺の方がかっこいいわ。ビシッとしてる。みんな薄緑好きやね。セリスもほら、薄緑のインナー着てるでしょ。なんか好きなんですよ。この黄緑みたいな。あんま好きじゃないけどな。助けに行く。待ってろよ。ほら、やっぱりほら、エドガーやん。城の仲間助けたいねやん。お前たちまだいたのか。エドガーなんでしょ？ボス、用意ができましたぜ。行きましょう。人違いだぜ。諦めな。今もほら、子分がいたから言えへんねや。今度は盗賊さん相手を疲れるわね。世界が引き裂かれた日からフィガロ像がなくなって、フィガロ像は砂漠の中で故障しているんだ。呼吸ができなくて中の人はもう、いやもうすごいエグいわ。もう、だから言うたやん。あの日以来、チビの女の子も来なくなった。世界が引き裂かれた日以来。もう、危ないでってもう言うたのに。ここ何やったっけ？お酒持って行ったところか。チビの女の子っておじいちゃんの孫か。どこ行ったんやろ？死んでないよな、まさか。どこ行ったらいいんですかね、これ。ここからがよくわからんな。盗賊とはいえ、目的を持っている奴の目は生き生きしてら、俺たちも負けてられないよ。落ち込んでばかりもいられないよ。街を生き返らさなきゃ。窓ワーマーが捨ててある。すんごい、メタル聞いてんのかな？ iPod で。すごいな。目が回ります。そらそうやろ、おい。何してんねん。どこに行ったらいいのかな。ノーヒントなんですが、ちょっと町の情報を聞きますか。ダンカンが生きていたって、奥さんがそう言ってるよ。ダンカン何やったっけ。師匠か。僕のおじいちゃんは昔北の家の金持ちの召使いをやっていたんだ。あんまそういうこと言うな。孫が生きているのが何よりの慰めじゃ。そういうことを言うな、もう。なんかもう。ちょっと嫌やわ。あんま自慢にしたらあかんことやもんね。あ！誰かいる。なんかやっとる。なんかやっとる。ちょ、なんかやっとるぞ。どこから行くんだ？あれは。こっちか？
あ、この裏か。まずちょっと待って。まずこの家探索して。あ、武闘家ダンカンの家。うちの主人生きていたわ。ナルシェの北で修行するって。ナルシェの北で修行する？うん。まあ行ってみるしかないね。セーブポイント。あ、セーブしとこう。セーブしときますわ。ちょっと。万が一に備えてセーブしておこう。メモね、メモしておきましょう。ダンカンは、マッシュの師匠やから、あれじゃない。もう予想ばっかりですよ。予想ばっかりこれ。行ったら、戦って、最終奥義教えてもらえるんや。間違いないです。おい、バレてんぞ。失う命もあれば新しく生まれる命もあるはず。よっしゃ頑張るぞ。何を頑張ってた今。新しい命を、ここで、うわ、もうあの人ったら、うーわ、こいつら、ちょっともう AV 見すぎちゃう。あかんで、あんなとこで新しい命やみたいなことやりよんだ。こっちがもうね、世界を救おうと思って戦ってる時に何をしとんねんって話ですよ、これ。帰るふるさとがなくなってしまったの。何もないね。どうしようか。ちょっと。じゃあフィガロ城の様子でも見に行くか。えらいやっぱ地形が変わってますね。がっつり削られてる。人参出たかな、入ったかな。じゃあうん、結構きつい。はい、さあ。アノス、見て、あ、回復した、すげえ、回復した。何、大地の衣のおかげか。すごい、地震吸収や。そんなことができるんですか。素晴らしいね、素晴らしいです。ここか、これか、ぽいね、ぽいね。行きますよ。あ、いたいたいた。なんかいた。え？あ、ジークフリードや。この先は危険だぜ。俺様が先に行ってモンスターども残らず片付けてきてやる。ここで待ってな。なんで？なんでそんな協力してくれんの？ということはモンスター出ないんすかね？出るやん。めちゃめちゃ普通に出るやん。え、どういうこと？ダン、しかもめっちゃいかついやつ出るやん。これちょっとしたボスですよ、これ。よし。かっこいいな、あいつ。ここ、すごい覚えてるけど、もう普通に行ったらいいのかな？通り抜ける方向でいいのかな？ここはさすがに結構覚えてますけどね。ネックハンター、ドゥドゥ、ドゥドゥ、フェドゥ。ドゥドゥ、ドゥドゥ、フェドゥ。なんで、ドゥドゥ、フェドゥ。
ちゃ変な名前。レッグハンターめちゃくちゃ怖いな、ほんで名前としては。首狩りってことでしょ。首狩り族でしょ、これ。あれ、首が入ってあるんですよ、あれ。ジークフリードの。やって戻るな、あれ。完全にやって戻るな。え、道合ってるよな、道合ってますよね。クリスタルランス、おお強いな。あれミスった、爆裂剣ミスった、久しぶりにミスった。来た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 、よし、ん、あ、下がってるやん。さあどうする。よしよしよし、カメちゃん餌だよ。来た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 、かわいいかわいいね。やるな、俺昔カメ飼ってたんです。そういう問題。あ、スイークフリードも行った。カメちゃん、よし、カメちゃん、あれあれ？カメちゃんよ。いけいけ。ええー、ちょっと待って、どうやって行くのこれ。あれ？タイミングよく行くのかな。ほっ。よっしゃ。宝箱が全部取られてる。全部宝箱ない。こいつ怖いわ。あのなんかあのシックル的なあの剣も怖いもん。血だらけじゃないですか。血みどろやん。レッグハンターあれ、そういえば魔法って全然覚えてないな。大丈夫かな。ちょっと魔石のセット確認していいですか。ちょっと不安になった。放置してる形かこれ。あ、大丈夫やな。あ、いや、わからん、わからん。これもうわからん。あー、やっぱり放置してた。やってもた。ということは、こいつもや。多分ね。どれ行きましょうか。お、これ行こうか。カーバンクル。カーバンクルはでもやっぱ FF5 ほど使う機会はなさそうですね。魔風剣があるから、なんといってもこっちは魔風剣をちょっとねうまく使っていきたい。あとはね、ちょっとコメントでも教えていただいてたんですけど、属性以上みたいなのも結構使えるよみたいな、それもちょっと使っていきたいですね。ただなかなか分かりにくいんですよね、このドイツに何が効くみたいなのは。ことは分かってるにしても、来た、ちょっと回復しとこう。死んでるな。というかこれ今砂に埋まってる状態か。死んでるね、明らかに。大丈夫か。もうすぐの辛抱だ。あ、生きてるんや。行った行った行った。大丈夫か。苦しい。そらそうやね。そらそうやわ。苦しい。これはでもどうして直すべきかね。苦しい。みんなあかん。全然あかん、みんな。そうか、ここか、ここがダンジョン化してるのか、苦しい。みんな苦しいしか言わへんな。
うん、あれさ、グラビティロッド、クリスタルヘルム、いいじゃない、いいじゃない、出た、この組み合わせ、チリ入れたい、うわーやってもた、あー直った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 、ナイス、しかもカウンター、チャクラ、こんなことやってた、混乱したから今チャクラが出たんです、粘液ネバネバ、ウォ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 ウ、こっちエルメスの靴履いてるからね、言うても高級な靴履いてますから大丈夫よ、あ、ちょっと中途半端ですけど、動画移動させてもらいましょうかね。ちょっと動画移動しまーす。